ございます。ご存知の方も多いと思いますけども、本日日本時間で1月11日朝8時、ビットコインの ETF が承認されました。これによってですね、ビットコインがこれからかなり大きなね、デリバティブとして市場を席巻することになると思います。まあこの期待感からビットコインっていうのは大きく値下がりをするんじゃないかなっていうふうな予測もあったんですけども、今680万円を超えて着実に700万、そして1000万に向かっていくんじゃないかなと思います。で、注目したいのはね、そのビットコインだけではなくて、ここから始まる期待によって他のアルトコインも値段を上げているっていうところなんですよね。ちょっとね、コイン月光の方から見てみましょう。で、ビットコインがすでに一気に680万を超えてね、もうどんどんどん値段を更新して、これ700万すぐ行くでしょうね。で、イーサリアムも40万に向かっています。このいずれとも最高金額がビットコイン700万、イーサリアムも50万近くまで行ってますんで、まあまだまだね、予測の範疇だと思います。その他、チェックしている暗号通貨としては、XRP がまた90円に向かっているかなというところですよね。XRP ってのは今年の6月ぐらいでしたっけね、ETF の承認を一部取って、そこから値段がぐっと上がってきて注目をさらに集めているところですね。それからカルダノなんですけども、こちらの方もね、いい感じでぐいっと上げてますよね。この右側のグラフ、チャートがですね、急騰してるのがわかると思います。直角に上の方に上がっています。あとはね、いろいろとチェックしているコインがあるんですけども、はい、柴犬いかがでしょうか？上がりましたね。柴犬は別にね、上がるとか上がらないとかね、細かいことはね、言わずにギャグで買ってますから。だから柴犬のなんかプロジェクトがどうとかね、柴犬の出来高がどうとかね、時価総額がいいからとかってコメントつけてくれる人見えますけども、そんな真面目にやってませんからね。真面目にやりたい人はやってください。柴犬は単なるギャンブル、一か八かで買ってるだけで、その基準を、0.0014 より下になったら買う。0.0014 より上になったら、まあ、いつでも売って利確するみたいなのは、そんな単純な動機でございます。で、購入単価が安いんで、例えば1万円とかね、2万円とか買ってもかなりの枚数手に入るでしょ。だからなんとなくお金持ちになった気がするじゃないですか。それだけのことなんですよ。その他、全面的に、アルトコインが値を上げてますよね。動きってのが直角に上に上がってるところでございます。なんか一つ歴史的な ETF 承認になったんじゃないかなと多くの人が固唾飲んで見守ってるところだったですからね。でもまあ思ったよりも上がんないでしょ。思ったよりもね。すでに、機関投資家の資金は流れていたってことなんですよ。だから ICO でも何でもないですからね。ただそれだけの話です。大きな事件なんですけども、大きな事件じゃない。まあ、どちらなんやって話ですけどもね。まあ、こんなことぐらいは当然起きるだろうということなんで、ビットコインの ETF 承認については多くの方の予想通りになったんで、それほど意外なことが起きてるわけではないんで、暴騰も暴落もなかったよってことなんじゃないかなと思います。それではまたニュースの方をお届けしますんで、よろしくお願いします。